マルオレランド、ようこそご来園ありがとうございます。広報部担当の藤彩子です。今日はですね、特別企画と申しますか、もともとこういうことをしていきたいなと。マルオレちゃんを私は保護させてもらって、今家族になってるわけですけれども、マルオレちゃんが家族になってくれたことによって、私の人生ははっきり言って変わりました。人生が豊かになりました。やっぱりマルオレちゃんの運命的なものもいい方に変わっていったと思うんですよね。もしかしたらかわいそうな運命をたどるかわからない猫ちゃんたちを救ってあげたいという気持ちと、その猫ちゃんと暮らすことによって我々も幸せになるよっていう、あの猫ちゃんと引き取る側の人間との架け橋になりたいなと思って、保護猫カフェに行ってみようということなんです。そちらに保護されている猫ちゃんたちを、まあ、私がマルオレランドの広報部としてお邪魔させていただいて、猫ちゃんにもお会いして、保護猫カフェを運営しているスタッフさんにお会いして、いろんなお話を伺って、人間と猫がこれから一緒に幸せに生きていけるのかという、そのテーマを持って全国を回ろうという企画なんです。まあ、タイトルももう決めました。いろいろ考えた結果、その私の企画のタイトル、あやこのモフモフニャラワーモフモフはわかりますよね。にゃんこちゃんモフモフで、ニャラバン、まあ、キャラバンをちょっとニャラバンにしたっていう、まあ、単純な発想で私が考えそうなことですよね。まあ、でも、あの皆さんにはモフニャラと覚えていただいて、全国各地の保護猫カフェをアンニャさせていただきたいと思います。さあ着きました。お天気最高です。見えるかな、富士山です。富士山です。こちらはですね、山梨県の甲府昭和のインタから降りてすぐのところなんですけども、今回の企画の第1号店ですから、ちょっとドキドキが止まりません。ワクワクドキドキです。こちらの建物ですね、マルオレランド。こちらが発光ブーネコさんです。なかなかおしゃれな名前ですね。かわいい、イラストもかわいい。まずはね、天気が良くてよかった、青空です。私超早女、はい、あはもういきなりかわいいんですけど、いる。あ、どうも、かわいい。なんかすっごいいっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいよ。ちょっと興奮しすぎ。いっぱいいる。あはー。すみません。失礼します。どうもお邪魔します。じゃ、こんにちは。ちょっと、じゃ消毒してね。あらららら、あはは。あら。ちょっといっぱいいらっしゃいますね。はい、あははは、ねんねんしてた、ねんねんしてた、かわいいね。ごめんね、ねんねんしてたね。ちょっと興奮しちゃってるな、私。あら、うちの子もこれ好き、うちの子もこれ好き。こんにちは、こんにちは。眠いよね、眠いよね。あららら、寝てる、眠い。幸せだね、君たち。うん、幸せだね君たち。ねえ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 、眠いの、うん、眠いよね。おお、いっぱい出てきた。いや、すみません、はい、店長さんでしょうか。あ、そうです。水野と申します。水野さん、水野店長さんでございます。はい、いやー、本当に突然、なんか突撃ですみません。
驚いております。すみません。いや本物。本物。いやすみません。はい、もうあのいろいろとあのマルオレランドという私は広報部を担当してるんですね。はい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 、それであの一応この企画で保護猫カフェを訪ねて。あの猫ちゃんと人間をこうつなげるというか、うんうん、ぜひこの子たちが幸せになるようにと思って、はい、いろいろこう皆さんをご紹介したいと思ってお話も伺いたいんですが、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。何匹くらいいらっしゃるんですか、こちら。12頭になります。12頭、はい、一番年上の子はどの子ですか。年上、このエリちゃんですね。エリちゃん、あ、11歳です。11歳なの。あら、きれい。11歳に見えないわ。弱く見えるわよ。ねえ。あ、スタッフの方ですね。あ、こんにちは。あ、お名前伺っていいですか。あ、林と申します。あ、林さんと。お、よろしくお願いします。なんかやっぱりほら、優しい顔してます、みんな。ね。この子。なんだこの子。か。赤ちゃん。みんなよくやっぱりきっちり名前覚えられてすごいすごいですね。こんだけの子がいるんですよ。ほら、でも本当に綺麗にされてますね。いやいやいや、もう12年目になります。12年ですか。はい、12年目です。あら、立派です。感動する。あ、でも大体ここに連れてこられる猫ちゃんっていうのはこうどなたかがこう拾ってとか、そういうんですか。保護団体さんが保護した猫をうちの動物病院で運営している猫カフェなので、動物病院で不妊去勢手術も終えて、ワクチン接種、血液検査、エイズ白血病の検査をして合格した子がここに来てますね。ここからなんかこの遊びにいらしたお客様が、あ、連れて帰りたいわっていう人たちは連れて帰って。そうですね、上等数が200頭もう、でも12年で200頭なので、大人の猫しかいないんですよね。あ、手術を終えている子からって感じなので、うん、そうか。子猫に比べてはやはりチャンスが少し、おとなしい子が多いですよね。そうですね、さすが大人猫たちっていう感じですかね。子猫のもうね、出来上がっちゃってます平和ですね。マルオレランド、君でかくない？大きいですよね。君大きいよ。君まだめっちゃ子供？子供に見えないよ。エイプリル君です。毛が気持ちいい。なになに、なに、お手ってでっかいな。大きいな。だって1週間ぐらいですかね。そうなんです、もうすぐ慣れちゃって。めっちゃ可愛いね。遊ぶし、人懐っこいですし、どこでも寝るし。おー、落ちる落ちる落ちるよ。お目目大変だったね。ほら、甘えてる。甘えてる。お鼻ちっちゃいね。お鼻ちっちゃいね。お手で大きいね。かわいい。めちゃかわいいね。目目痛い痛いしたね。うん、頑張ったね。マルオレランド。あ、うちの子に似てる子がいる。おー、あ、そう。いや、マリリンちゃん。マリリンちゃん、うちの子そっくりじゃない。ね、なんかセクシーな、なんかほくろがあるよ。マリリンモンローから。それね。はい、他見せてください。あら、男の子ですか？女の子？女の子です。あ、マリリンちゃんだもん。女の子だよね。失礼しちゃうわね。ごめんなさい。あら、綺麗だね。マリ、マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、あ、マリちゃんだ。マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん、いい子だね。美人さんだね。いくつですか、マリちゃん？マリちゃん3歳、4歳くらいですかね。あ、若いんだ、まだ。来た時は若かったですね、うん、ちょっとご兄弟で来て。ご兄弟？そうなんですよ。マリリン以外の子たちはもう譲渡されてここを卒業して、そこへそのお宅行ってるんですけれど、マリだけ。マリンちゃん、きっとね、これを見たらね、あ、マリンちゃんかわいい、連れてっちゃおうっていう人現れると思うよ。ここにいるのも幸せだけどね。でもお家の家族になるのが一番よね。一番それがいいですよ ね、うん、あなた美人だからすぐもらわれると思うよなんかやっぱりうちの子と似てる雰囲気も、うん
マルオレランド。譲渡するのにはやっぱりいろんなこう手続きというか手順が、そうですね、まず面談をするんですけれども、面談の時にお話をいろいろ聞いて、そこで正直あの審査に通るか通らないかで、また通らない方はすみませんっていう感じですし、通る方はそこから1週間猫ちゃんとトライアル期間一緒に住んでいただいて、大丈夫であればそのまま家族として迎えていただいて、その後に譲渡金のやり取りですね。そのお話をした時にこちら側からこう、あの人はちょっと良くないんじゃないとか、そういう感じなんですね。そうです、条件に合わない方は申し訳ございませんという感じですね。大体一番の条件って何ですか？あの、例えば先住猫がいる場合はやはりエイズ白血病の検査をしているとか、あと完全室内外じゃなきゃダメだったりとか、あの検査してるので、あ、この子たちが病気になっちゃったら大変ですもんね。そうですね、持ってたら本当その方その方で変わってきます、いろいろと。大体1日どれくらいの方々がこっちには見えられるんですか？あ、でも平日はやはり少ないですね。もうコロナ禍になってしまったので。あ、やっぱり影響ありますか？あります、あります。で、予約制にもしちゃったので、前は予約制じゃなくて好きな時に来てくださいっていう感じだったんですけど、もう予約制で1枠ずつ区切ってるので、かなりお客様も売り上げも落ちてますね。あ、そうなんですか。そうですね。でもその予約制になって、他のお客様いない分、猫と一緒にずっと向き合えるので、譲渡数は結構伸びたかなって個人的には思えてます。だいたい1時間ぐらいですか？あの、平日1時間ですね。じゃあこれからこの子は連れて帰りたいなとか、なんか予約される方とかいらっしゃるんですか？あ、予約、まあ、あの応募していっていただく。あ、応募ですか？はい、そうですね。里親希望したいですっていう感じで言っていただいて、ここで遊んで帰って、あ、やっぱあの子引き取りたいわって連絡があって、はい、ここに来てこの子がいい、何回も来てくださって、やっぱりこの子がいいって言ってここで応募の方もいますし、なるほど、家族とミーティングしてこの子に したいんですけどっていうことです。はい、そういう子は いないんですね、ここの中には。今ちょうどトライアルっていうのが、トライアル長男が2頭いますね。2頭いっちゃったんですね。はい、もうプロフィールで大見くんと哲夫くんが、本当だ、哲夫くんが言ってますね。哲夫くん、あら、1月1日まで、あ、なんか心配ですね、どうかなって。そうなんですよ、ね、あ、でも可愛いじゃん。大見くん実は先ほど今トライアル中の希望者さんが、ちょっと様子を教えに来てくださって、もうデレデレで生活してるそうです。安心。よかった。家族に迎え入れるのもすごく考えますよね。そうですね、私もやっぱり最初ニートと思ったんですけど、病院が経営されてるっていうのはすごく安心ですね。一頭一頭カルテが全部あって、あ、何かあればすぐうちの病院行ってって感じですね。皆さん完璧な、本当にこの保護猫カフェですよ、こちら。もう第1弾からすごい素晴らしいところに出会えたって、すっごい興奮状態です。第1弾、第1弾ですよ。もう記念すべき第1弾。ありがとうございます。こちらこそです。なんか私も幸せな気持ちになりました。でも、じゃあちょっと売り上げに貢献するためにも、まずはここの入園料とドリンクをお願いします。はい、ドリンク飲み放題なんです。その最初の料金に飲み放題入ってますので。あら、そうなんですか。はい、大人の方は1時間1200円ですね。そんなお安いんですか。はい、なんかもっと東京だとすごい高かった記憶があります。うん、あ、東京でも高そうですね。はい、いや、ちょっとこれも買っていこう。ほら、かわいい。いやいやいや、本当です。あ、マリリン買っていこう。ああ、ありがとうございます。マリリン、あ、じゃあこちらからあるかな。マリまた違うけど、かわいい。それもそれかわいい。これでいいですか。はい、あ、大丈夫ですか。大丈夫です。300円になります。ありがとうございます。マリリンね、スタンプカードとかありますけど、どうしますか。スタンプカードでもまた来る可能性あるからね。本当ですか？大丈夫ですか？だって記念すべきここ大規模ですから。いやー、ちょっと待って、緊張してきた。また来ると思うんで、じゃあスタンプいただいて。はい、マリリン見てる。マリリンセクシーなほくろ。マルオレランド。あの、猫カフェとしての癒しの場の提供もしてますので、あの、譲渡だけではなくて遊びに来て。あ、普通に、はい、遊びに来てね。はい、平日は猫おやつがプレゼントでつくので、今お渡ししますので。ちょっとワットだったらすみません。これ、あの、普通に猫用のおやつでして、でもこれ
1個これあげちゃっても大丈夫なの？全然いいです。あ、でお二人分のプレゼントになりますので、じゃあそれ以外は買います。1人に1個あげます。君たち君たち可愛いからあげます。本数ってことですか？うん、これ、本数ですか？もちろんです。それそしたらもうあのじゃああと10個になります、ね、あと10個ね。みんなじゃあ喧嘩しないようにね。ちょっと荒れてきますので、はい、猫たちがちょっと、はい、気をつけないとさ、どの子にあげたか分からなくなっちゃうな。うわー、狙ってる。あなた一番食べたがってるね。あなたブリュレ。でもここ床置いたら汚れちゃわないですか？あ、大丈夫です。掃除もするのでちゃんと大丈夫ですよ。あー、喧嘩しないでよ、お願い。やっぱり好みがあるんですね。よかったね、おやつ。みんな食べる。エッサーさんっていうのはやっぱりすっごいよっぽどこうにゃんこ好きじゃないと無理ですよね。いいことだけじゃないもんだってね。しかもこんだけ糖ついたら大変だと思う。頑張っております。ストレス発散になんかされてることとかありますか？私ですか？うん、私もなんかもう子育ても夢中で頑張ってるので。お家でも子育てしてて、子育て家にも猫が5匹。うわー、尊敬する。コロナ禍じゃなければカラオケ行きます。あ、ほら、それはいいですね。カラオケ大好きです。あら、じゃあぜひここでもほらにゃんこちゃんに聞かせてあげてください。いやいやいや、殺処分守られた子もいるので。ほんとそこなんですよね。ちょっとは少なくなってはいるんですけど、まだまだです。ここにいる子たちはさ、飛び抜かれた、あの運がいいんです、本当に。よかったね。だからこそは殺処分ゼロを目指してって、やっぱりね、皆さん目標です。山梨県ちょっと頑張りましょう。頑張ります、ね、一応山梨県の新鮮大使になってますから。すごい。そうなんですよ。ですからちょっと北斗市の新鮮大使なので、はい、ちょっと山梨にいる猫ちゃんたちを幸せのためにちょっと頑張りますので、はい、ありがとうございます、ね。マルオレランド。今回のこの企画は、はい、実はタイトルがあって、はい、モフモフニャラバ、モフモフニャラバ。私が伺ったところで、ニャラバン隊として伺ったところに、結構ステッカーをね、こう出していただこうと思って、はい、制作中なんで、わかりました。で、次第すぐにお送りさせていただきます。わかりました。はい。ピタッと貼って、ぜひぜひ目指すところに貼ります。第1号店ですからね、こちらは。最初から素晴らしい出会いでも、こちらこそです。幸せです。愛情が詰まったそんな素敵なここ猫カフェさんです。これ意味は、箱舟子さんはあのノアの箱舟から一歩でも多くの動物たちを助けたいというノアの箱舟に乗せてっていうところから猫カフェ箱舟子になりました。鳥肌お見せできませんが、鳥肌です。ちなみにあのうち動物園ノアっていう動物園です。はい、そちらのドイツビューティフォルもぜひ皆さん、はい、ぜひ来てみてください。ぜひぜひ。愛子ちゃんがいっぱいいるから、パクオン、はい、君も元気出てくれよ。パクオン、インスタもぜひ、はい、こちらの箱舟っ子で調べてください、はい。ぜひお店の方にも皆さん、はい、いらしてください。ぜひお待ちしております。愛子のおすすめです。箱舟子さんでした。